はい、どうも、ペラキラスでございます。さあ、今回ご紹介する商品は、ちょうどウルトラマン5でございます。時空を超え、ここに降臨、光の巨人ことで第5弾は、ティガ・ダイナ・ガイアの DDG がラインナップでございます。で、こちら発売されたのもう結構経ってまして、で、なんで今更これを紹介するかと言いますと、まあ何気なくですよ、もう食玩コーナーとか見る気ないんだけど、普通に買い物に行った時に、まあやっぱりスーパー行ったら食玩コーナー見るじゃないですか。用はなくても見るじゃないですか。で、見てたら、ワンアソートに1個しか入ってないウルトラマンダイナさんがいらっしゃってですね、ダイナさんいるなぁ。ワンアソートに1個しかない、あのレアのダイナさんがいらっしゃるなぁ。ここで、ダイナさんを置いていく行くわけにはいかないと思ってダイナさん買っちゃったんですよ。で、やっぱダイナさん来てしまったならばです、やっぱりね、ティガーさんも欲しくなるし、ティガーさん欲しくなったらガイアさんも欲しくなるわけじゃないですか。どうしようかなと思って、後日またスーパーに行ったらですね、ティガーさんもガイアさんも売ってたんですよ。はい、ということでまあ衝動買いをしてしまったということで、今回はそんなね衝動買いの動画でございます。ラインナップがウルトラマンティガマルチタイプ、そしてウルトラマンガイアフラッシュタイプ、そしてウルトラマンガイア V2 でございます。さらに拡張セットが 1,2,3 とありまして、この 1,2,3 揃えるとエリアルベースが完成したりですとか、あと光線エフェクトがついてまして、ソルジェント光線ですとか、それからゼペリオン光線、そしてウルトラマンガイアはウルトラマンガイア V1 へとできたりだとか、拡張セット 1,2,3 があるんですけれども、まあ 1,2,3 ね、まああったら楽しいと思うんだけれども、さすがに全部買ったらもうね、ちょっとさすがにということなので、今回はティガダイナガイア本体だけ買ってきました。はい、フィギュアルベースもね、まあ面白いなと思ったんだけど、結構塗装がさっぱりしてるというか、もうちょっと手を加えればいいものになると思うんだけれども、僕には手を加える能力がなかったりするので、まあリアルベースもパスということでね、ティガダイナガイアだけ買ってまいりました。ということで、まずは一番3000万年の時を超えて復活した光の巨人ウルトラマンティガでございます。てってれんてんてれん、ウルトラマンティガのね、やっぱこのね美しいデザインっていうのはね、20年経っても色褪せないなぁなんて思いますね。そんなウルトラマンティガさんなんですけれども、手首パーツができるか、手首パーツはですね、ティガさん、ダイナさん、ガイアさん、みんなね同じで、グーの手とパーの手ともう一種類のパーの人が来て、この3種類で、ティガ、ダイナ、ガイア、すべて兼用となってます。はい、ということで、ウルトラマンティガ本体がこちらでございます。綺麗に紫、赤、カラーリング色分けされていまして、シルバーの部分、こちらもね、発色が良くて、綺麗ですね。ズズズイーと、手首の部分、お腹の部分。前面はかなり細かく塗装されてると思います。どうでしょうか？胸のプロテクターも金色ね、溝綺麗に入ってますし、ちょうどの特徴として、目がクリアパーツになっていたりだとか、あとおでこのティガクリスタル、こちらの部分もクリアパーツかな。で、カラータイムはこちらもクリアパーツになっていまして、まあクリアパーツになっている分、若干目はね、大きくなってるんだけれども、まあウルトラマンティガのね、このかっこよさっていうのはね、再現できてるかな、なんて思いますね。はい。まあこれがね、食玩でまあ500円ですけど、この食玩で手に入ってしまうっていうのが、まあすごい時代だよなーってつくづく思いますね。なかなかポーズもね、決まりますしね。背中側は、塗装はね、少ないけれども、腕の部分だとか、あとこの太ももね、こういう部分若干塗装入ってますね。で、背中には、スタンド穴もありますので、刺すことによって、いろんなポーズが再現できると思います。いかがでしょうか？ちょうど衝動シリーズね、平成ウルトラマンかなり少なかった印象があるんだけれども、ようやくティガ、ダイナ、ガイア出て、まあ、ティガはね、衝動次第にも出てましたけれども、ダイナ、ガイアとね、出てくれて、衝動シリーズもね、いろんなバリエーションが増えてきたなぁ、なんて思いますね。まあ、あと、衝動がね、やっぱり一番いいところといえば、現行ウルトラ怪獣シリーズと、並べられるサイズ感なんで、怪獣がね少しこう頭1個大きくなるぐらいのこのサイズ感がすごくいいなーなんて思いますね。こちらはシルバーゴンですけれども、いかがでしょうか？ウルトラマンティガとシルバーゴンの戦いも再現できてしまうというのはいいですね。ちなみにシルバーゴン動かなければ、シルバーゴンはね見えないっていうのがすごく面白い設定で、ウルトラマンティガも可愛らしいポーズでね立ち止まってたりしてましたね。グッと構えて、腕を前に突き出して、エネルギーを貯めて一気に放つということで、ゼペリオン光線のポーズもしっかりと決まりますね。いかがでしょうか？かっこいい。やっぱりウルトラマンティガのゼペリオン光線はめちゃくちゃかっこいいですね。どうでしょうか？
なかなかね、やっぱり綺麗に決まってくれますね。良き。すごく良き。続きましては、ウルトラマンティガの次に現れた、ネオフロンティアの救世主、ウルトラマンダイナでございます。ウルトラマンダイナ、ウォー。ウルトラマンダイナさん、ウルトラマンティガとね、すごくカラーリングは似ているんですけれども、このひし形を基調としたデザインっていうのが、ウルトラマンダイナの特徴。ウルトラマンティガよりも、シルバーの面積が大きくなっていて、ウルトラマンダイナといえばこのブルーのカラーリング。綺麗ですね。ダイナプロテクター。綺麗にね、こちらもゴールド塗装されております。シルバーの溝もね、周りのシルバーも綺麗ですね。ウルトラマンダイナ、こちらも目は、黄色いクリアパーツで再現されておりまして、ウルトラマンダイナのファイティングポーズも決まりますね。ウルトラマンダイナかっこいいな。で、今回ワンアソート1個しか入ってないレアアソートなので、ウルトラマンダイナの争奪戦が行われているみたいですね。いやー、ウルトラマンダイナー、どうせだったらね、ティガー、バイヤー同様2個ずつ入れて欲しかったなーってちょっと思いますけどね。まあ、ただ、ダイナがあるから、結局僕も買っちゃったので、まあ戦略的には、いいのかなぁ。いいのかなぁ。ウルトラマンダイナの背面は、プロテクターシルバーで塗装されてますけれども、中のゴールドで塗装されていなくて、背中は真っ赤ですね。太もも部分のこちらはシルバーで塗装されています。胸の前で拳を当てて、溜めて、一気に放つ。ソルジェント光線劇場版限定のウルトラマンティガと光線ポーズの、まあ、調子に合わせ的なね、この光線ためポーズ、これめちゃくちゃかっこいいですよね。劇場版でしか使わないので、そのレア感っていうのもありますし、なんかすごい大物を倒す時だからこそ、ぐっと溜めてるんだな、みたいなかっこいいのも感じられて、ソルジェント光線ためからの放ちポーズ、すごく好きなんですよね。どうせだったらウルトラマンギングビクトリーのサムスアップポーズじゃなくて、この劇場版限定のためポーズからのソルジェント光線で、まあ、リングビクトリーさん払ってくれたらもっとね、よかったなーってちょっと思ったりしますけどね。はい、そして今回最後が、地球が生んだ赤き光の巨人、ウルトラマンガイアーでございます。はい、ウルトラマンガイアー。ティガ、ダイナとはね、別の宇宙のストーリーでですね。やはり、共同はすごくシルバーの発色が綺麗ですね。ウルトラマンガイアファイティングポーズ、なかなか綺麗に決まりますね。で、今回は、黒いプロテクターの V2 なんですけれども、拡張パーツを買うことによって、V1 の姿にもできるということで、両方楽しめるんですね。次の第6弾で、ウルトラマンアグルの V1 も登場するので、まあ、ガイア V1、V2 とね、並べることもできるということで、皆さん試してみてください。ウルトラマンガイア、すごくイケメンですね。はい、頭のこの模様ね、ゴールドしっかり塗装されております。背面でございます。プロテクターの部分、ゴールドでは塗装されてるんですけれども、黒い部分が塗装されてないですね。そして、毎度のごとく、背中は真っ赤で、太もも、というか足首の部分、こちらはシルバーで一周ブルーリーと塗装されてますね。右手を突き出して、左でクロスして、腕をぐるーっと回してエネルギーを貯めて、一気に放つ、クァンタムストリームなんですけれども、さすがにですね、ちょっと可動域的にクァンタムストリームは、難しいかなといった感じですね。左腕が、ぐっとね、もうちょっと奥まで行ってくれれば、クロスできるんですけれどもね、ちょっとその場で可動域が及ばないということで、さすがにクァンタムストリームは、ちょっと難しかったかなと思います。ボトンウィッチの方が、遠いかな。はい、やっぱりティガ、ダイナ、ガイア、3人並ぶとかっこいいですね。ガイアが真ん中に来るとガイアの映画っぽくなりますし、ティガが真ん中に来ると超八兄弟ですとか重勇士みたいな感じにもなりますね。両方の雰囲気で楽しめるのが DDG のやっぱり魅力かと思います。僕はやっぱり超時空の大決戦の思い出がすごく強いので、やっぱガイアが真ん中だとねいいなと思いますね。よいしょ、こんな感じかな。かわいいな。やっぱティガ、ダイナ、ガイアかかっこいいよね。まではまあ、ウルトラマンね、ティガダイナガイアですけれども、すごくシンプルながら、昭和ウルトラマンとは全く違うデザインにこうなっているっていうのが、平成ウルトラの魅力ですね。最近ティガダイナガイア、すごく注目されてますし、いろんなね、企画もどんどんね、動いてますし、また面白い企画がどんどん生まれてくれればいいなぁなと思います。
で、ちょうどウルトラマンこちらもですね、なかなか面白いことになっておりまして、第6弾すでに決定しているんですけれども、第6弾のラインナップがなんとウルトラマンメビウス飛びましたね。ウルトラマンメビウス、そしてウルトラマンメビウスブレイブ、ウルトラマンアグルの、V1、 そして、キリエロイド。久々にね、敵キャラクターもラインナップということで、やっぱね、敵キャラがね、いると入るじゃないですか。だからね、キリエロイドしかもすごく大好きですし、まあ、キリエロイドと、まあ、メビウスは欲しいなと思いますね。そして、ちょうどウルトラマン、プレミアムバンダイ限定でも発売されてまして、ウルトラマンティガ、封印されし闇セットということで、カミーラ、そしてキガダーク、そして、カミーラ、ダーラのヒュドラの石像、そしてガッツウィングがセットになった特別版もね、プレミアムバンダイにて、ただいま受付中でございます。まあ、僕はね、ちょうどそこまでがっつり集めてないので、今回これはね、パスしようかなと思うんだけれども、正直今回一番いいなと思ったのは、まあ、ティガダークでもなく、まあ、カミーラも欲しいんだけど、カミーラでもなく、ダーラムヒュドラ、カミーラの石像ですね。この3セットの石像が一番欲しいなと思います。この耳を塞いだヒュドラで、ダーラムのこのよくわかんないポーズで、カミーラのわーっとしたね、この美しげなこの石像。これがね、初めて見たときめちゃくちゃね、ゾワゾワってしたのめっちゃ怖かったのよ。この石像がさ、ヌーって動き出すわけじゃない。映画で。あのシーンがすごく怖くて、しかも好きなんですよ。だから、あのシーンの石像が、商品化されるっていうのはちょっと欲しいなってやっぱ思っちゃいましたね。心揺らいじゃいましたね。はい、ということで超動シリーズまだまだこれからもね、ラインナップしていくようなので、まあ僕もね、気になる商品はちょこちょこ買い集めていきたいなと思います。ということで以上、ドリキュラスチュンベのドリキュラスでございました。それではバイバーイ。